しら赤い手ぬぐいマフラーして二人で行った横丁の風呂屋一緒に寝よう寝て行ったのにいつも私またさか洗い髪が芯まで冷えて小さな石鹸カタカタ鳴ったあなたは私の体を抱いて冷たい熱で言ったのよ24色のクレパス買ってあなたが描いた私の似顔絵うまく描いてねって言ったのにいつもじっとも見てないの窓の下には神田川三畳一間の小さな景色あなたは私の指先見つめ悲しい書いて聞いたのよ